始まりましたいきますよ、せーの、人生開花のスイッチポンツー、よろしくお願いします。はい、始まりました始まっちゃいました。今日2人ですよね。はい、はい、この番組は人生のリノベーターひっこと、マヤ歴の伝道師ユミリーで送る、はい、いつもは毎回来ていただくゲストの方を僕ら2人がリーディングしまくって人生開花のスイッチをポンと押してしまおうという番組なんですが、今日はいいとこハマりましたね。いいですね今日は2人で、はい、ゆるゆる行きたいと思います。はい、ちょっとリラックスな感じで、ね、服装もね、いつもはね、あのひこさんスーツなのに、はい、そうですね、今日はなんか T シャツみたいな、はい、私がねお願いしたんでしょ、カジュアルで着てって理由があった後でね、分かりましたので、はい、よろしくお願いしますね。ありがとう、こちらこそ、はい、よろしくお願いします。で今日は、何をするって言っといた方がいいですかね。どうします、説明しちゃいます、もう、まあ、ざっくり感でいきますかね、うん、まあ、僕の方の、まあ、6次元リーディングっていうものと、うん、あと、まあ、ユミリーさんの見てるマヤ歴っていうところですね、うん、こちらを、まあ、それぞれどんなことをやっているっていうのと、うん、あとなんだろうな、どんなことが夢とかね、うん、あと今年ね、うん、占うっていう感じもありますし、もうすでに来年もね分かっていますので、うんうん、まあ、お伝えしたりとかね、うんうん、面白いツールいっぱいありますので、うんうん、楽しみにしてくださいね、うんうん、本当最近僕本当にマヤ歴結構ハマってて、あ、よかった、うんうん、ひっそりユミニーさんの LINE 公式登録してますなんで数増えたと思った、あれひっこさんだったんだ、ありがとう、私も見てますよインスタ、うん、今日ね面白そうだなと思ったカードをね、今日持ってきていただいたので、はい、たぜひね後でご紹介してくださいね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はいはい、どっちからいきましょうかね、どうしようか、じゃあひっこさん前回じゃんけんで決めたんだ、はいはいはい、今回もじゃんけんできますか、あ、そうします、はい、だ最初はグーじゃんけんぽい、分かった、あ、やった、負けた後だそういう感じ、お願いします、はい、うん、何の話をしようかな、どうします、だってひっこさんに前ね、お互いにこう一緒に番組をやるにあたって、はいはい、お互いに鑑定っていうかね、リリーもしちゃったんですよね、うんうん、はい、そうですね、でその時にねすごく面白かったので、じゃあどんなものがあるか私の方からで、ね、一つずつ紹介させていただいて、ありがとうございます、でひっこさんにねちょっとご説明、はい、すっごいたくさんあるんですよメニューが、でメニューがあるというよりは、はい、ひっこさんの、リーディングの中にいっぱい盛りだくさんの情報があるので、うん、ぜひ、ね、受けていただきたいというか、ね、うん、アピールになっちゃってるんですけど、面白いまず、ね、除霊っていうことができるクリアリングですよね、はい、まずそちらの方のことをご紹介していただいていいですか、はい、そうですね、まあ、そういうこういわゆる除霊みたいなこともしますし、うんうん、あと最近ちょっとやっぱりこう結構深く関わってるなって思うのが、うん、血が持っている情報、まあ、遺伝子情報ですよね、うんうん、まあ、父方母方それぞれの血にどういう意味があるのかみたいな、うん、そこに例えばこう恐怖っていう感情がそこにもうすでにあれば、やっぱり生まれた瞬間から恐怖って感情にフォーカスし続ける人生になるんですよね。それ本当、そうそうそう、私ドキッとした今なんかねあるんですよね、やっぱそういうのって、そうですよね、脈々と何かしら不思議なこう、まあ、次そうそう、あの、ね、うん、なんかそういう交通事故の家系とか癌の家系とかあるじゃないですか、うん、そういうところにちょっと関わってきてるのかなっていうので、うん、まあ、そういうところを浄化したりとか、あとまあよく言うね、前世のカルマとかもそうですし、うんうんうん、あとお名前、名前ですね、名前自体もやっぱりおまじないだし祈りだし呪いだし、呪いなの、うん、やっぱりその名前が持ってる力ってやっぱすごく強い、文字が持ってる力って強いので、うん、そこをやっぱクリアにしてあげると、まあ、そこがまたさらに自由に、うんうん、なっていくので、そうね、うん、私見てもらった時に、うんうん、2つ、私ユミリーっていう名前と本名とあるんですよね、うんうん、で、まあ、ね、すごい親切に2つとも見ていただいたんですよ、うん、はい、でそしたら片っぽの方は、ね、うん、全くクリアだった、うんうん、1つの方がね、もう1つの方が、ね、うんうん、なんか若干あったんですよね、なんか除霊するんですか、はいはいはい、うんうん、みたいにね、これびっくりしました、うん、みたいな、安心したのはね、一つの名前では全くなかったので、うん、よかったなみたいなね、うんうん、安心ね与えていただいたので、うん、はい、
結構その名前で、うん、なんかこう人生がやっぱ分かるというか、うん、なんかそのどういう感情、その名前、僕、本名水島和彦っていうんですけど、うんうん、これで見るとあの知恵っていう感情なんですよね。そうなので、あのなんだろう、いろんなね、いろんなものに興味を持って、なんかこういうのだったりもそうだし、うん、なんかいろんなところにわーって行って、なんか面白そうって思ったものを知識吸収して、うん、でそれをまた今度ね、僕のこうお披露目していくというか、うん、こんなん集めましたみたいなね、うん、それが一つ僕のおもてなしみたいな感じに、うん、なっている。やだやばいわ私、うん、マヤ歴で言うとひっこさん、うん、おもてなしの人なんですね。だと人と会って元気充電の人なので、うんうんうん、全くね、今ちょっと本当に引っかかったワードいっぱい来てます、うん、マヤ歴的にも。そうなんですよ。だからその僕もやっぱりユミリさんのやつ受けて話聞いて、なんかすごい、なんだろう、ちゃんと本当にそういう流れに僕自分が乗れてるんだっていうことを確認できて、うん、すごい良かったなと思ったし、やっぱそれをしっかり意識できるってやっぱすごい強いなと思うんですよね。ブレないから、うん、あの先ほどもね、実はあの収録の前に少しひっこさんとねお話ししたんだけど、うん、聞けば聞くほどね、やはり運気に乗っている方っていうか、うん、あの世界中に前歴でいう運気って流れていて、うん、それに合ってるか合ってないかで幸せとかなり違ってきちゃうんですよね、うん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 、で乗っている人はいくらね、あの今の状況ひどい、あのね、今のまあ大変ね、うん、ですよね、の状態でも、うん、追い風になるけれど、乗っていない人は、うん、この今のね状況がこう向かい風になってしまうと、あの二極化してしまうのですが、ひっこさんやっぱりね、びっくり、何も言ってないのに今年はねってすごいね、落ち着かない変化ばっかりしてるんだよねって、それって前歴的に載ってます。後で今ね、あのご説明しますけれども、本当に、ね、面白いですよ。よかった、本当に素晴らしいと思います。ちょっと今日が乗っちゃったんで先に、この状況になったものを、うん、マヤ的にこう読み取れるっていう話ちょっとしてほしいな。そうですそうです、うん、あのもちろんマヤ歴というのは生年月日でそれぞれの、ね、エネルギーというか自分の魂の方向とか、どうやったら人生が拡大するかっていうことが分かるのですが、あの地球上に流れているエネルギーも分かるんですよね。マヤ歴とはあの元旦が違うんですよ。例えばグレゴリオだったら1月1日、はいはいはい、で学年でいうと、ね、何年度っていうのは4月1日ですよね。であの前歴のね、教会によってはいろいろあるんですけれども、私たちの教会というのは7月26日を元旦としてるんですよ。7月26日、夏なんですね。夏なんですよ、そうけれど、あのシンデレラのように夜中の12時になったから、あるいはね、7月26日になったから入って劇的にエネルギーが変わるのではなくて、はいはい、前歴っていうのはマヤ人がね、やあの出してくれたからマヤってついてるだけで、あの普通の宇宙の暦のことを言ってるので、自然周期なんですよ。なので夜中のね12時時計に合わせて入っていうよりも、あのね、前倒してくるんですよ。例えば毎日のエネルギーだったら、前の日の日没とともに次の日のエネルギーがグラデーションのように入ってくる。なので年単位でもそうで、言うたらね、立春、あの2月、ね、3日大体節分で4日が立春ですよね、はいはい、あのあたりから本当ね、ちょっと本当隙間から、ね、ちょっと次の翌年のエネルギーがちょっと入ってくるんですよ。で4月のね大体13日ぐらいでドカーンと来て、で7月26日からバッチリ来るんですけど、そうなんだ。ちょっとね思い出してみてください、あの緊急事態宣言が去年、発令されたあたりっていうのはちょうどね、4月の半ばだったっけね、あのゴールデンウィークの時も入ってましたよね、バッチリ入ってましたね、なのであれっていうのは、実はね前でも出てるんですよね。でなぜかというと、去年の7月26日から今年の7月25日までの間というのは、青い嵐と音響にっていうのが来てるんですね。で青い嵐っていうのは、あの変化で、そして、家族団らん、でかまどの神なんですね、なのでコロちゃん、のせいだってね、はい、カロちゃんね、でもあれの、ね、おかげですごい、ね、世界中が変化している、もう働き方も変わっている、で今まで誰もやらなかったオンラインで、ね、Zoom でやったりとかするんですよね。なのでもう大変な変化が起きていて、乗っている人にとってはいくらコロちゃんでも、あの追い風になっていて、とても、ね、うまくいっているけれど、運気からずれている人はもう本当に大変大変といって、お給料が下がったりしまったりね、あと長年やったお店を、ね、こう畳むのように、はい、こう向かい風になってしまうんですよね。あとね、家族団らんなので、
皆さんうちにいましたでしょ、うん、もういつも外に働きに行ってるお父さんとか幼稚園に行けなくて、うん、みんなうちにいて、うん、向き合わざるを得ない状況なんですね、うん、でしかもかまどの神なので、うん、あのかまどってご飯炊くねあのことなんですけど、で外食できないので家族の方がみんなうちでご飯食べてましたよね、うん、なので変化変容、うん、家族団らんかまどの神で、それで音響にというのは二極化という意味もあるんですね、うん、もちろんチャレンジっていう意味もあるんだけど、うん、なので、まあ、コロちゃんのねあの、まあ、コロちゃんによってこううまくいく人とうんうん、はっていうね二極化どうしても、なるほどですね、うん、なので、はいはいはい、世界中の人が、まあ、全く無意識なんですけど、うん、もうそういうふうになってしまっている、うんうん、なので先ほどねあのひっこさんが何気にね、うん、あ今年変化だったんだよねってねポツッと言われた時、うん、やったじゃんって、うん、めっちゃ乗って変化すればするほど運気最高なんですよっていうことをめっちゃ言いたかったんですよ、うんうんうん、そうかその最初にそのユミリーさん の, その交換セッションをした時に、うん、本当にあのか鬼滅の刃がなんであんだけ流行ったのかっていうのが、うん、あの本当にこう宇宙の暦とバッチリ合った作品だったっていうのが、うんうん、あのすげえなと思ってすげえなってありがとうこれもうねだからそういうこう、うん、そこに合わせて商品作りをしていけばあのうまくいっちゃうじゃんっていう、ね、そう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 いう意味で言うとねあの新しい年っていうのが、うん7月26日この夏から始まるんですけど、うんうん、もう4月13日あたりから色濃く入ってくるんですね、うん、でも来年のエネルギー分かってるんで、うん、商品、うん、商品分かってますよ、はい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 、今知りたい今言った方がいいな今知りたい 今聞きたいよね今聞きたいよねね大体2019年の夏あたりから非常にね、スピリチュアルな年に入っているので、うんうんうん、多くの方がね一斉に2019年の、うんまあ、春夏ぐらいから、うんまあ、早い人だとこの前のねお正月あたり、うんまあ、節分あたりからなんか乗ってきてるんですけど、うん、白の時代に入っているね白っていうのは、うん紋章とか鬼神って呼ばれるものがね白い方とかね、はい、白い犬とかね、はい、白つくものは何でもスピリチュアルなんですけど、うん、白が入ってきちゃってるんですよ、うんうん、なので2019年からずっとスピリチュアル なんですけど、うん、よりこの春からよりもっとスピリチュアルって加速します。なぜ、うんうん、かというと次に来るエネルギーは黄色い種と白い風なので、うん、もう白い風はね、はい、スピリチュアル中のスピリチュアル、うん、もっと加速してきますよ、うん、で風なので空気うん、空気っていうことは、うん、もう分かります。コロナちゃんと空気といえば何の商品でしょう、うん、3 2空気清浄機イエイイエイ当たり、きますね。だから、うん、あのちょっと、うん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 、当たんなかったごめんでももうねいろいろなとこが新しいこう、ね、能力つけたりとかパワーアップしたのを販売してますもんね。そうなんでしょうね。なんかねその、うん、お店とかもこうだから換気しなきゃいけないから窓開けてなきゃいけない、でも、うん、お客さん寒いっていうのをでも我慢してもらって今は開けてるけど、それを閉じたままでも大丈夫みたいな、ね、有名企業がそういうの出してたりとかしますもんね。そう空気ですね、うん、キーワードはあと種なので気づき、うん、気づきと、うん、あとなんだろうな一つに絞るかな、あのあれこれやらない方がいいです来年は。ああ来年というかう、ねうん、この春から一つに絞るで絞れなかったら、うん、ジャンルごとでいいです。例えばスピリチュアルであれこれやってるんだったらスピリチュアルの中で一つ、うん、例えば美容関係であれこれやってるのは美容関係で一つみたいに、はいはい、どっちもう一本に絞れないんだったらジャンルごとでいいので、はいはい、絞ってやってった方が運気上がるとかうまくいきますね、はいはい、え僕すげー最近コラボやってるんですけど、うん、コラボは大丈夫なんですか、うん、大丈夫だってあのひっこさん自体がねあの、うん、白い世界の橋渡しっていうエネルギー持っている、はいはいから橋渡しの役なので、はいはいはい、個人的には非常にいいと思います、うんうんうん、全然いいですよ、うん、なるほどね、うんうん、でまだね他の次元にも白い世界の橋渡し持っているので、うん、そんなエネルギー大変強いので全然いいと思います。今年来年はさらにスピリチュアルになっていくっていう、はい、もうね地球がね、うん、あの銀河を一周するのに10万4000年かかるそうなんですね、うん、で今まで何周したかは知らないけれどあの新しくねあの、うん、始まった、周期がね2013年からなんですよ、うん、でそれも精神世界、うん、2013年、うん、何してたかな。何してた2013年って何年前、うん、え 8年ぐらい前8年ぐらい前、うんまあ、あの辺りなんかさ先生術で言うとさ、うんはいはい、なんかさ魚座の時代から水瓶座の時代もあの辺じゃなかったですか。
うん、男性的なエネルギーから徐々にね、水がアクエリアスの時代に入っていくっていう、はい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 、確かね、あの辺、まあ、大胆に似たようなもんなので、地球がね、そう、新しい周期10万4000年になっていく。あ、でもあれや、そうだ、まだ整体師で働いてたんですけど、うん、新しいお店に移って、うん、あの今僕がやってる6次元リーディングのベースになっている技術と出会って、うん、習い始めたぐらいの年だ。あ、やばくない？やっぱ乗ってるじゃん。そうね、もう乗ってる乗ってる、そこから確かにちょっとこうスピリチュアルというか、目に見えない世界のことに、うん、で遊び出したぐらいのタイミングですね。あ、そうそう、だから地球自体が精神世界に入ってるのと、特にね、2019年なんかあった、うん、2019年、うん、2019年の1月1日に、うん、あのこの形始めました。わおわお、デビュー、わおわお、デビュー、うん、すごいじゃん。2019年から白の時代が強くなるので、もともと地球は精神世界に入っているのに、うん、あの地球のエネルギー自体は白が強いんですよ。白の13年間なので、うん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 、白ってスピリチュアルだから、うんうん、もうまんまだよね、そっち行ってるね。その白の13年間が終わった次はどうなるんですか、うん、次は青、変化、変化、うん、変化になります。なんで、うん、あの、うん、面白いで、ま、でもあの彦さんの話戻そうよ、うん、なんか前にズルズルって言っちゃったんだけど面白いからつい聞いちゃって、うん、なんかね、雨除霊の話したんですけど、はいはい、あとね、とっても面白かったのが、最近よく耳にするのが、うんうん、ね、0から1、あ、マイナスから0とかさ、0から1、はい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 、1から、あ、じゃあ1から10だったっけ、はい、あれ何、たまに聞くんだけど、はい、まあ、僕の中のやってること、まあ、一番のメインコンテンツとしては、うん、その潜在意識と顕在意識の軸を揃えますよっていうことをやっていて、うん、そうだったそうだった、はい、でこれが、もう簡単に言うと、こう生きているだけで楽しいっていう、うん、そういう状態に導きたいっていうのが一番の思い で、うん、でその潜在意識の軸っていうのが、そのマイナスを0にするとか、0を1にするとか、1を10にするっていう、うん、なんだろうな、生まれつき持っている得意なところがどういうところなのかっていうのを、うん、表した、表現したものなんですよね、うん、ちなみにひっこさんって自分って何にはまる、はい、当てはまるんですか。僕その中で言うと1を10にする人なので、うん、向上させていくっていうエネルギーですね、うん、だから、まあ、まあこうセッションで話してる中で、うんうん、まあ、そういう、こうお悩みとかはもちろん聞けるんですけど、うんうん、でそれをどこまで解決できるかって言ったら、うんうん、解決できる人に僕基本的に渡します、うん、それはいいと思うんですね、はいはい、もっとこう、もっと向上していきたいんだと、もっとやっていきたいんだっていう思いになって、うんうん、そういう話になると、うんうん、僕もなんかすごい燃えてくるというか、じゃあこうしてみようとか、ああしてみようとかって、いろんなこう、うん、こういうね、ツルとかでいろんなものを使って、うん、より向上するためにはどうしたらいいだろうっていう話になると、うん、命が燃えるんですよ、もう魂がね、反応しちゃってますね。そう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 、面白い。あとね、面白かったのが、守護霊、はいはい、うん、守護霊の話面白くて、うん、日本だけじゃなくて海外の守護霊とか、あと、うん、天使とかセンテッドマスターでしたっけ。あ、センテッドマスター、うんうんうん、あの辺も分かるんですよね。そうですね、うん、まあ、僕本当見えたり聞こえたりする能力者じゃないですよね。全部近反射っていう、マイクでこうウォーリングってありますけど、全部近反射っていうもので撮っていって、で別に神様とか詳しいわけじゃないんですよ、うんうんうん、なので全部ウィキペディアの神様一覧とか、うんうん、仏の一覧とか、うんうん、アセッテッドマスター一覧とかリストがあるので、うんうん、その中からどれってやってるんですよ、ね、そうなんだ。でも大変じゃない。だって前回のゲストさんって120だったっけ、120柱っていうの、はいはいはい、うん、全部出してるわけじゃないので、数と、うん、あとその、まあ、100人いるの、100人いる中の、うんうんうん、まあ、それをまとめ上げてくれてる一番メインで守護してくれてる神様とかっていうのを、うんうん、あ、そうか、そうか、まあ、いった、いもう一つずつやってるかとか、それはさすがに時間なくなるから、でもそれを結局そのメインの神様にお願いをする、うん、伝えると、うん、残り全員に伝えてくれるのですよね。なんで、まあ、自分のメインの守護霊さんっていうのが誰なのかっていうのを分かっていて、うん、まあ、それ神社なり神社仏閣なり、うんうん、まあ、それに関連するようなアイテムだったりとかっていうのを持っているだけで、うん、やっぱつながりやすくなるので、うんうんうん、本当こんな言い方したらよくないんですけど、うん、本当神様って便利なんですよ怒られるかな。いや大丈夫、私毎日天使に
あの使ってる、うん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 、使ってるって言って語弊があるかな、うんうん、そうそう、あの基本ね、その幸せにしたい人たちだから、うんうんうん、サポートしてくれ、サポートしたいんですよっていう気、やる気満々なんで、うん、ね、神様とか、そうそうそう、いいね、崇めるものではないんですね、そう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 、うん、まあ、いつもね、いつも助けてくれてありがとうっていうのがありますけど、うん、基本的にはいつでもサポートしてくれてるから、うん、あ、その話はね、分かります、うん、なんか私天使なんですけど、うんうんうん、私の知ってる方がね、もう天使さんに来てもらうんだって、で肩揉んでとかさ、やっちゃうんだって、いいの、それいいのって思ったんだけど、いいんだみたいな、はい、はい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 、もうでも確かにね、奇跡であったんですよ、ちょっと微妙な話していいかな、はいはい、微妙あのね、その知った時に、うん、まさかと思ってたの、で、スーパーに行ったんですよね、で日曜日の、うん、私今東京は撮影なんだけど、こう2拠点なので名古屋でもね、うん、買い物行くんですよね、うん、で、うっかり日曜日の午前中込むの忘れて行っちゃったんですよ、うん、もうスーパーのレジすごい長蛇の列、うん、で、並んだのにね、うん、あ、お腹痛いって、うんうんうん、やばい、ここ外すのみたいな、もうね、もうあそこもうダッシュみたいな、もう、うん、もういざとなったらダッシュみたいな、トイレの位置だから確認したんだけどやあのその時にね、ちょうどね、商品に天使のなんたらっていう商品があったんですよ、おうで、あ、天使に頼んでみあれ、うん、本当だよねみたいな、うん、でももうお願いしちゃって、もうミカエルさんだったんですけど、うん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 、大天使ミカエル来てくださいってやっちゃったんですね、うん、止まりました素晴らしい、うん、なんで ね、 そうね、うん、面白いですよね、あの崇めるものではないなっていうのはね、うん、ちょっと分かってきました、ね、実はこれなんだと思うでしょ、うん、これ実はね、うん、岡山にある備前中南米美術館っていうところがね、うん、あの来客数がすごい減ったんですね、うん、で閉館の危機ということで、うん、あのドネーション、ドネーションっていうのはね寄付なんですね、うん、で、最初のドネーションでね、私ねすっごい魅力的だったのがマヤ文字でね、ハンコを作っていただいたんです、これポンって、ね、うん、これはね何かっていうと、マヤ文字ってひらがなのように分かるので、発音が分かるので、うん、こう自分のね下の名前ユーミーコって見えますかね、これちょっと見えない、無理か、この辺に、この辺に出します、そうね、忘れてた、うん、ここら辺に出しますね、うん、ここにね、あって一つ一つのね、あの模様がユーミーコっていう名前で、うん、彫ってもらう、これハンコ付きのドネーションなのね、うん、でその後にあれ今度 T シャツのドネーションじゃないと思ってまたね寄付したんですよ、でこれ T シャツがね返礼品として送られてきたので、うん、今日どうしてもこれ着たかったので、ひっこさんにも今日はね、うん、カジュアルでお願いしますっていうタイプがこれなのであの皆さんよかったら、あの概要欄にもね、こちらの美術館の、うん、ホームページなどを、添付させていただきますので、うん、ドネーション寄付ですね、ぜひご参加ください、で、はい、ハンコのねこのドネーションなんかもとっても素敵だと思いますので、うん、あの世界にたった一つかな、うんうん、のあのハンコができますので、うん、ぜひあのご参加ください、はい、はい、シャツのこれもあのマヤ文字なんですよね、はい、多分聞くの忘れた突っ込まないでって言ったじゃん、これ知らないから、うん、多分マヤ文字だと思うんですけど、まあ、これねこれ一応マヤの感じは分かりますね、なんでこういう T シャツとかね、あと他のドネーションもありますので、そうですね、うん、ホームページで、うん、あのね、検索していただければいいと思います、はい、ぜひ、概要欄の方からね、ちょっとチェックしてみてください。これ何、一個さん手元にある？これがですね、僕あのマイダンジョンカードっていうものがありまして、うん、まあ、僕面白くてこれ大好きなんですよね。うん、本当今メルカリで、定価6700円ぐらいなんですけど、うん、今メルカリで300万の、うん、転載するんですよ。もうなんでそんなするの？いや多分それはね、わざとそうやって誰か間違って買わねえかなってやってるんだと思うんですけど、これはでもね、本当3万円で買いました。でこれがまあ、生まれつきのセンスとか、うん、その人生の必殺技みたいなものが分かるよっていうカードなんですけど、こういうツールを使うと、うん、まあ、ちょっとこうカードリーディングみたいなことがね、僕もできるので、まあ、ちょっとこれで、まあ、どうします、今年来年ぐらい、あ、楽しいね、うん、やりましょうやりましょう、どんな感じになるのかっていう、うん、どんな感じになるのかっていうのをじゃあ出してみるんだったら、うん、結局でも全部こうやって金版で取っていくんですけど、簡単にできるんだ、あ、そう、僕、うん、僕なんかすごいここで滑る滑らないのがすんごい楽なんですよね、でもなんかその五感ってあるじゃないですか、うん、なんかその得意な五感が人によって違うから、うん、それによって違うのかなって、僕はね触感が一番得意なんですよね、はい、出ました、わ、見えるかな、
ここ見えるかな、ここ、あ、ここ、そこ、ここ辰の落とし子っていうカードが出ました。はい、草が子供を産む辰の落とし子のように頑張ってお母さんになりたいニヒリスト。なんじゃこりゃ。ですね、うんうん、なんていうのかな、これはね、ちょっとアンチョコ見ますね、うん、ただね、買ってね、よくかないんで、なんでしょう、なんかね、90ページの、うん、あ、でもそうですね、家族のように大切にできると思ったら命がけで尽くしているっていうのが、この先生がオンになっている状態、うん、なので、うん、よりその今年来年っていうのが、まあ、辰の落とし子っていうふうに出ているっていうことは、うん、まあ、ちょっとまだ今年来年家族っていうところにフォーカスしていくような、新しく付き合うとか家族になるとかも多分そうだろうし、うん、なんかこう大切な人をちゃんと大切にするっていう時間になる年になるのかなって思います、うん、あと30秒しかないよ、ね、じゃあ前的に言うと、まあ、さっき言って気づきと一つに絞ると、はい、あとね、あの白い風なので共感してくださいね、人に共感すると運気上がるので、うんうんうん、あと風ですよね、そして、道体験してください、音響さんなので、うん、はい、では、どうします、番組の宣伝します、まあ、ないか、うん、はい、YouTube の概要欄とか見てください、はい、また来月